苦い思い出もあった学校をこの3月に卒業。巡業に出ている父の代わりにアジャが出席してくれた。言葉の壁もいつの間にか消えて、卒業する頃には彩子は学校の人気者になっていた。プロレスに専念できる嬉しさと、友達と別れる寂しさと、自分でも説明できない涙が止まらなかった。小さな巨人グラン浜田の四女として、幼い頃からルチャリブレの世界と接していた究極のサラブレッド。メキシコから日本に移住し、この3月に中学を卒業した。そういうこれからデビューまで、抱負とか聞かせてもらえますか。抱負って何ですか。抱負ってね、やりたいな、こういうふうにやりたいなとか思うこと。試合ですか。デビューするまで、まあ頑張っていきたいと思うし、いろいろ学びたいし、まあ頑張るしかないことだから。いっぱい大変、アンシアン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 、アンシア